酒井です,ですさあ行きましょう YouTube コメント欄から質問いただきました早急に回答をお願いいたします<笑><笑><きな> <laughs> 私は公立大学のデザイン学科を志望しています<お>主に資格デザインを学びたいです、うん、ちなみに私は数学が大の苦手で受験は文系科目に絞るつもりですしかし、うん、先日両親からデザインも今時す全てパソコンだし 大学は、基礎の理論から学ぶところだから、パソコンで線を引く、理論、方程式的なを学ぶんじゃないか。数学の勉強をしておけと言われました。視覚デザインの分野で数学ができなくて困る、ということはあるのでしょうか。受験科目や、実技の時間を割いてまで数学を勉強する、必要はありますか。受験科目で使わないから、と言い逃れようにも、例えば将来の仕事、 パッケージデザインなどで数学の知識体積の計算とかが必要な時は必ず来ると言われます確かに私はデザイナーの仕事をしたいと思っていますが数学ってやっておくべきでしょうかまたデザイン学科で数学的な思考を使うことってありますか、はい、はい。ありますか えっと、数学的な思考を使うことは全然あると思いますし、はい、やること自体はいいですが、はい、ただ、受験生は実技の勉強をしたり、うん、あと、学科入試に出る学科です、ねはい、の科目に時間を割いていかなきゃいけないので、うん、それらの時間を少し削ってまで、えっと、受験科目にない数学を受験生がやる必要があるかといえば。 ないいと思いますねそれは例えば大学入ってからでもいいし大事な受験にある大事なことまず優先順位として大事な実技や、はい、その大学入試で受ける学科ですね、うん、これにたっぷり受験と時間を割くべきで、うん、これを削って数学を先にやるんじゃなくてあの後でいいと思います。その入試が終わってからで十分、うん だと思いますあの。大学入ってから細かくそういう数学もやっとこうかなっていうんだったら全然いいけど、うん、案外入試の1年っていうのは短いですから、うん、それで例えば学科を大幅にレベルアップするとか、はい、ッサンを大幅にレベルアップするとか、はい、そういうことを考えるとあ,のある種時間との戦いでもあるんですよね、うんはい、だから時間の使い方に関して言えば。 ちょっとえっと数学がどうでもいいっていうんじゃなくて、うん、そちらに時間を回すのはもったいないと僕は思います。そうですね。はい、まあ実技に使える時間っていうのも限られてるんで、そこ削っちゃうと <laughs> 削っちゃうのもったいないですね。もったいないんですよね。はい。その大学入ってから数学が役立つかってことをいろいろ気にしてますけど。えーうん それを気にした結果が大学に入らなくなったら意味がないので、うん、あの先にまず入ることですよね、うん、入ってからでいい全然いいと思います数学的なこともやってこう深くしようと自分のできることを、ね、っていうふうにすればいいので、えっと、そのパソコンで線を引くとかそういうのも、うん、えっと入ってからでいいです別にそうですね、はい、まあそれぞれ事前にやることじゃない得意ななな科目とかを生かをしながらし将来的な仕事って に役立ててていいくっていうことはみなするんで、はい、それは別に数学に限らず歴史であろうが、うん、地理であろうが、うん、公民であろうがいろんなことに興味を持ったり広げていくって言うんですかね、うん、そのアンテナを張っていくこと自体は全く否定しませんので、うん、まあ数学もやっておいた方がいいんじゃないかっていうことに関してはその全く反対はしませんが、うん、案外その受験生にとっての1年間っていうのはあのすごく 限られた時間の中でどれだけ大幅に成長できるかっていうことを目的としなきゃいけないからただ受験科目の学科を毎日やってます、うん、ただ毎日デッサンを書いてます、うん、ではダメなんですよねそういう1年をこなすことが目的じゃなくて、うん、それの結果現状から大幅にレベルアップしなければ合格が近づかないので、うんうん、その大幅にってことを考える、うん、でそうすると時間ないぞということなんですよね。 やりゃいいってもんじゃない変わらないことには意味がないので変わるのには時間かかるんですよ合格っていうレベルに達しないといけないですからねそのために必要なことってなんだっていうそうですねしかも大幅に達しこの辺ボーダーラインでこの辺でもにょもにょしてるとたまたま落ちちゃったってことになるのでここ関係ないんだと思うどんどんもうぶっちぎり でちょっと自分今日ダメだったなでも、うん、合格ラインより上にありますっていうのを目指すべきなんですよね、うん、そうですね、はい、そんなとこでしょうかはい、はい、えー、YouTube コメント欄質問待っておりますぜひぜひください今日は以上になりますそれではまた次回ですんじゃね。さようなら